雑貨はみんなを笑顔にする、雑貨屋大阪ウィシーの森田でございます。今回ご紹介するアイテムっていうのが、あのアウトドアではもちろんなんですけれども、災害時とかね、急な停電とか、あとそうですね、自転車通勤とかでもね、役に立つんではないかなと思います。それをね、今からご紹介したいと思います。はい、こちらです。はい、スロワーさんから出てるね、こちらなんですけど、結構もともとねちょっと使ったような感じのね、使い古されたような感じの仕様になっております。で、後ろこういう感じになってまして、前がはいこのようになっております。はい、でこれボディはね、鉄ですね。はい、鉄でスチールでできておりますね。結構に握り心地すごいいいんですよ。とってもね、はい、すごい握りやすいです。はい、見ての通りね、ライトとなっています。で、ただのね、これライトではなくて、ちょっとねこれね、細工と言いますかね、ちょっとだけ変わったライトになっておりますんで、まあそれはね後ほど、やってみたいと思います。ではちょっとね周り、暗くしてライトをね、照らしたいと思います。で、この後ろなんですけど、これスイッチになってます。では押しますね。はい、こういう風にね、はい、点滅します。あんまりね、点滅見ると気分悪くなったりする場合もあるんで、あんまり見ないでくださいね。はい、このように点滅します。で、もう一回ねここ後ろ押します。なら消えます。で、もう一回押します。はい、こういうね、感じの灯り具合ですね。で、もう一回押して消します。で、次もう一回押します。するとですね、はい、ちょっとね画面ではわからないと思いますけれども、光のね明るさが、先ほどのものよりね、ちょっとトーンダウンしています。ちょっと暗くなってます。で、もう一回押します。で、そしたらまたね、この点滅へ戻ります。これのね、繰り返しとなります。点滅、明るい光、で、低い光、で、また点滅っていう風にね、ループしていきます。はい、ちょっと電気つけますね。はい、このようなライトですね。だから、自転車だったらね、まあ、こういうライトのホルダーをですね、ハンドル部分につければですね、で、まあ、よくこのままね、つけて、まあ、走っていただいてもいいですし、このライト結構ね遠方の方まで光が届く感じなので、結構これ明るいです。はい、ね、もしくはねこう点滅ね、よく自転車でこう点滅ライトをねつけて走られてる方も結構いらっしゃると思うんで、そういうね二通りの使い方できます。で、まあ懐中ももちろんね、見ての通り懐中電灯としても使えますし、で先ほどねちょっとね細工と言いますか、ちょっとあるって言いましたけれども、それを今からねちょっとやってみたいと思います。実はですね、ここの先端なんですけど、これねこうくるくるって回るんですよ。で、ずっと回していくとですね、回してで、はい、そしたらこのようにね出てくるんですね。で、まあこう光らせるとね、ランタンライトとしてね使うことができます。だからこれこのように吊り下げて使うこともできますし、まあ、こうね置いてね使うこともできます。で、ちょっと消しますね。で、これね、ちゃんと防水仕様になってまして、まあ、ここのね、後ろなんですけど、これね、電池ホルダーなんで、おー、出てきた。ここね、パッキンがね、これね、この黒い、ちょっと分かりますか、これ。これね、パッキンとなってますので、防水仕様となっております。で、これ単4電池がね、3本、ちょっと別売りですけど、まあ、それでね、点灯するようになってます。結構、
はい。そうですね。はい。まあ、ただちょっとね、あ、こっちもちょっと分かりますかね。あ、分からないかな。はい、はい、ここね。ここ、ここ、ここ。ね。ゴムついてますね。これ防水仕様となってますんで、まあ、こうね、しっかり締めることで、まあね、多少ね、水がかかっても大丈夫な、そんな仕様になっております。もちろん、ちょっとね、こういうふうな、先ほどの、このランタンタイプになるとね、このね、ちょっと隙間ができちゃうので、まあね、この中にね、ちょっと水が入ったりしたりすると、まあ、ちょっとショートしたりする恐れもあるんで、まあ、こういったね、状態で使う場合はですね、雨に濡れないような場所でね、使っていただくようにお願いいたします。はい、今回はですね、まあ、アウトドアはもちろん様々な場所でね、活躍できる、ライトをねご紹介させていただきました。ぜひね、もうこれからねやっぱり暑いんでね、アウトドアね、される方もいらっしゃるかと思いますね。結構ね、そういった場合ねこれ一つねお持ちいただいたらね、外でも使えますし、まあ、家の中ではもちろんね、まあ、懐中電灯の代わりとしてね、そばにね置いていただくともう役立つこと間違いないと思いますので、ぜひねこちらの方にね、ご検討いただけたらなと思います。はい、今回はね、以上となります。いつもね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。